あ、起きた？おはよう。はい、おはようございます。ちょっと！ん？危うくそのまま流すところでしたけど、のんきに挨拶なんてしてる場合じゃないと思いませんか？そもそも、なんでその格好のまま？いや、このまんまの方が、あれは夢じゃないんだよって分かってもらえるかなと。いっそ夢であってほしかったんですけれど。それを言われちゃうと、身も蓋もねえな。ところで、お嬢。何ですか？ちょっとばっかし俺の話、聞いてくれる気ある？寝起き早々に悪いけど。はいって言うとでも思いますか？いや、思ってないからこうやってお伺いを立ててます。なんでそんな全然、いつもと変わらないんですか？だってこれが地だし。もう嘘つかないって約束するなら聞きます。聞くだけですけれど。うん、わかった。ありがとね、お嬢。それで、話って？まず、俺の名前はクズサイじゃない。本当は、三森サイっていう。で、俺の本当の仕事は、キバノとの直属の密偵だ。隠密ってやつ？密偵？そう。情報を探ったり、あんまりおっぴらにできないような事件とかを始末したり、人を始末することもある。まあ、とりあえずあんまり綺麗な仕事ってわけじゃない。それは、わかるかな？はい。ここしばらく、ちょっと厄介な組織のことを追ってたんだけどな。そこから五禁制の薬が流出したんだ。ええ。そいつはたまたま、とある問屋の荷に紛れ込んで、そのまま氷の店に流れた。ほら、前に注文した覚えのない品が紛れてたって言ってただろ？え、もしかしてあれが？でもあれはすぐ北斗さんが引き取ってくれて。その結果がセリアの押し込み強盗事件ってわけ。あ、それにだ。お嬢、ちょっと考えてみ。そんなヤバい薬、あんなめちゃめちゃ目立つもんに入れて流したりするわけないでしょ。あれは単なる目印さ。この店の荷に紛れ込ませたっていう単なる目印。え、これ見てみな。あ、それ戸棚にあった砂糖壺って、見ての通りの二重底と。こうやって肝心のブツはちゃんと隠されてるってわけ。もしかしてお父さんとお母さんに怪我させたのは？こいつを狙った俺が追ってた組織の連中だろうな。あの時俺もその可能性に気づいた。行き詰まってた調査を進展させる格好のネタだったわけだ。それで？ああ、両親を傷つけられて動揺してるお嬢を騙すのは簡単だった。これの所在はすぐに判明したしな。さらにこれを回収しようとやってくる組織の連中を捕獲するために、俺はお嬢の恋人を演じようとした。都合が良かったからな。まあ、そんな筋書き通りに行くわけがなかったんだけどね。まず、組織のやつは口を割るくらいなら舌噛むような連中だから、とっ捕まえるどころじゃない。結局やる羽目になった。しかもそれをお嬢に見られるし、次、都合がいいからお嬢を利用してたはずなのに、そうは思えなくなった。え？こいつが致命傷だったな。最初から演技だけで割り切ろってのが無茶な話だったんだろうけど、とどめがそれだ。それをお嬢に渡したの、不要の姉さんだろ。この首飾りですか？ええ、お守りにって。それ、俺が妹に作ってやったやつなんだよ。だいぶ小さい頃だけど。クズーさんじゃない、三森さんか。サヤが俺をかばって死んだ時、全部姉さんに妹のもの押し付けたからな。手元に残しておくのはさすがに辛かったんだ。姉さんはサヤのこと知ってたし。かばった？ああ、サヤは俺の失敗の穴を埋めるために身代わりで無理をして死んだんだ。あいつも俺と同じ仕事をしてた。
その鞘が最後に持っていたのがその首飾りだ。そうだったんだ。仕事の現場を目撃されたら口を封じないといけない。俺たちみたいな存在が本当にいるなんてこと世間に知られるわけにはいかない。その掟は絶対なんだ。だけどな、できるわけないだろ。最初はあくまでも演技だったはずなのに、いつの間にか本当に好きになってた相手が俺のせいで死んだ妹の面影を持ってるんだぜ。どうしようもないだろそれ。そんな奴をこの手で殺せるほど俺は強くなってない。お嬢に許してもらおうなんてそんな甘いことは思ってないさ。ただもうこれ以上嘘はつきたくない。掟を破った以上俺自身この先どうなるかなってわからんしな。もうお嬢の前には現れない。ただ今俺がお嬢を好きな気持ちは演技でも何でもないって、それだけは伝えておきたかった。最後まで勝手で悪いな。本当です。勝手すぎます。一生許しません。そんなこと言って勝手に結論出して私を放り出していくんですか。最後まで演技でしたって言ってくれればそれで済む話なのに、なんでわざわざそんな真実付け足すんですか。そりゃ嘘つくなって言ったのは私ですけれど、だからってそんなひどいこと言いますか。一生許しません。絶対許したりなんかしません。謝ってもくれない人のことなんて忘れてもあげません。責任取ってよ。お嬢。しょうがないじゃない、嫌いになんかなれないんだもの。許せないけれど好きなんだもの。なのにもう私の前には現れないですって。ふざけないでよ、単なる逃げじゃない。どうしてくれるのよ。責任くらい取っていきなさいよ。俺でいいの。あんなこと平気でできる男なんだよ。いいわけないじゃない。ろくでもない男だってことは私が一番よくわかってる。でもそれでもサイさんじゃないと嫌だって言ってるの。そっか、ごめんお嬢。責任取らせてくれる。当たり前です、取ってもらいますとも。今日は名家決定戦の登録日。ここでどのお菓子を出品するかで運命が分かれちゃうのよね。本当の本番はまだ先だけれど、ここでけつまずいたら意味ないのよ。さあどれを出す。これで行こう。神様、聖樹様、どうぞよろしくお願いします。まあ、この後に及んで神頼みですの。笑ってしまいますわね。うわぁ、出た。葵ちゃん。出た、ですって。私はお化けでも何でもありませんわ。お化けの方が可愛げが。あ、うん、何でもないわよ。でも、どうしたの。決定戦に参加なさると聞きましたから覗きに来ただけですわ。まさか神頼みにすがっていらっしゃるとは思いませんでしたけど、神が何をしてくれますの。自信がないのならやめてしまえばいいのですわ。違いまして。葵ちゃんが真面目なこと言ってる。何ですのそれは。ごめんごめん、あれはね、景気づけよ。もちろん優勝を目指してるんだもの。自信がないなんてそんなはずないじゃない。ふん、ならよろしいのですわ。発表の時に鼻っ柱を折られたあなたの顔が見られるよう祈っておいて差し上げましてよ。それはあんまり嬉しくない。
お嬢、ちょっとこっち来て。どうしたんですか？あ、鎌倉？いつの間に？この辺なんかないかなって雪かきしてたら、結構山になったからさ、ちょっと鎌倉にしてみました。入っておいでよ。じゃあ、お邪魔します。狭い。でもこうやってくっついてればあったかいよね。ちょっと休憩しよう。そうですね、ちょっとくらいいいですよね。以上だ。うわぁ、原稿ですかい。原稿だけで済んだんだ。主様のご厚情に感謝しろ。全くもってその通り。あなたも。え？申し訳ないが、今回のことは他言無用ということで。はい、それはもうお世話かけました。いや、兄者の失策の巻き添えを食っただけかと。うわぁ、反論できねえ。なあ、ソーマ、お前、なんかやったろ。何も。ふーん、へえ、ほう。うるさい。ありがとな。何のことだ。では、俺は失礼する。お気をつけて。行っちゃった。嘆願書か、それとも直訴か。え、もしかして相馬さんが。もしかしなくても相馬さんが。世話かけちまったな。サイさんがもっと堅実に生きてれば、相馬さんもきっと心安らかでいられるだろうにね。こんな厄介なのがいとこで、さらに仕事の相棒ときたら、かわいそうな相馬さん。厄介か。俺、楽しそうね、お嬢。楽しいですよ。だって平和だもの。
っちの方、雪で埋もれてるわね。さすがに危険？どう考えても危険だね。近寄っちゃダメだよ。あっちの方、雪で埋もれてるわね。どう考えても危険だね。やっぱり自宅はいいね。ほんとね。なんだかものすごく久しぶりに我が家を見た気がするわ。ただいま。はい、お土産よ。おかえりって、ねえ、この山は何？湯治先の温泉のお土産ですよ。なんだか変なものがたくさんあってね。他にやることもなくて暇だったから、つい余計なものまでいろいろ買ってしまったかもしれないわね。まあせっかくだからもらってちょうだい。クズー君と山分けでもいいわよ。え、いや俺がもらっても。何言ってるんだい。留守中娘がお世話になったからね。さあさあ遠慮しないで。うわおじさん、ちょい重い重い。なんだか
お父さんもお母さんも前より元気になってない？のんびり療養しすぎたかしら。なんでお城の偉い人が当時に招待してくれたのかはわからないけれど、おかげですっかり完治よ。三森さんとか言ってたかしら。会えたらお礼をしないとね。お礼ねえ。って、三森？もしかして。うちの上司、すんげえ上の。そうでしたか。お嬢、ちょっとこっち来て。どうしたんですか？この辺ちょっとかまっ…でもこうやって…あっちの方、雪で埋もれてるわね。さすがに危険？雪崩に巻き込まれたら大変ですしね。近寄らないでおきましょう。緊張してきた。本番はケロッとしてたくせに、何を今さら。これから結果が出るのです。緊張なさるのも当然でしょう。結果発表ってことは、もう結果そのものは決まってるんだしな。自信のほどはどうだ？あるけど、ない。まあ、矛盾してますわ。ですが、気持ちはわからないこともありませんね。あら、そろそろ騎馬の殿様のお出ましです。中央へお戻りにならないと。あ、そうよね。じゃあ、行ってきます。お前なら大丈夫だ。気を強く持てよ。心からお祈りしております。いってらっしゃいませ。うん。それでは、ガテン38年度和の島名画決定戦最優秀賞を発表いたします。最優秀賞受賞者の発表と表彰は、当大会特別審査員であらせられる国王陛下から行われます。それでは、騎馬の殿富士宮絵画様のおなりです。ああ、皆楽にしていてくれ。皆の者、今年もご苦労だった。和の島が世界に誇る名家を掲げることができるのもそなたらのおかげだ。では、最優秀賞者を発表する。ガテン38年度和の島名家決定戦、最優秀賞受賞者は、お願いします。決定した。で、優勝、私？最優秀賞受賞者、前へ出てください。はい。優勝おめでとう。これからもより一層の精進を期待している。もったいないお言葉です。ありがとうございます。本当に本当に優勝できたんだ。よくやったな、ヒイラギさん。優勝おめでとう。お前の努力には正直頭が下がる。よくここまで上り詰めたな。ありがとうございます。ヒイラギさんをはじめとする皆さんのおかげです。だが、まだまだ始まったばかりだろう。
まさかここで終わりなどとは言うまい。当然です。よろしい。その心意気を消さない限り俺はお前を応援しよう。はい。え、葵ちゃん？仕方がありませんわね。何かの間違いなのでしょうけど、優勝なさってしまったのですわ。お祝いを言うしかないじゃありませんの。おめでとうなのですわ。葵ちゃん、ありがとう。そんな涙ながらに礼なんて言わないでくださいまし。気色悪いのですわ。ひどい。よろしいですの。私も来年は出場するのですわ。覚えてらっしゃいな。うん。葵ちゃんと優勝を争える日を待ってるからね。負けませんわよ。カノエちゃん、さくらちゃん、よく頑張ったな。おめでとう。おめでとうございます。念願が叶いましたね。ありがとう。これで自分のお店が持てる。おじさんとおばさんにも報告しないとな。来てないのか？うん、家で待ってるって。帰って報告するのが楽しみよ。まあ、忘れてはいけません。おじさまとおばさまにもですが、他にもご報告する方がいらっしゃるでしょ。あ、そうでした。どっち優先なんだろうな。さあどちらなのでしょうね。お父さん。ああ、おかえり。どうしたんだい、慌てて。前なあ、クズー君のお店かい？なんで看板がないの？ああ、そうか。もう出かけた後だったっけ。さっきクズー君が挨拶に来てくれてね。仕事の都合でサイトを離れるらしいよ。なんでも急に決まったらしくてね。いつ帰ってこられるかもわからないし、店は引き払っておくらしいよ。挨拶できないのも残念がっていたけど。あ、これを預かってた。え、これって？自分が持ってるよりさやの友達に持っていてほしいって言ってたな。その姿絵の女の子、お友達なのかい？クズー君によく似てるよね。どうしろって？これだけ残されてどうしろっていうの？どうしたんだい？ううん、なんでもないの。おかしい。あ、何が？おかしいと思いませんか？いや、だから何が？最近見かけないんですよ。ごめん、お嬢。察しの悪い俺のためにもっとわかりやすく言って。サイさんが気づいてないっていうのが、これまた意外なんだけれどね。サイさんの取り巻きです。お店の周りに必ず何人かはいたのに、この頃全く見ないんですよね。なんというか不気味。ああ、ちょい待ち、お嬢。あなたは俺の周りに女がうろちょろしててほしいんですか？誰もそんなこと言ってません。いない方がいいに決まってるじゃないですか。それじゃなくても女にだらしがないんだから、余計な刺激はない方が。うーわー、なんかこう俺の繊細な心にぐさぐさと突き刺さるものが。日頃の行いのせいだと思いますけど、決して私の根性が曲がってるとか歪んでるとかじゃないと思う。ええ、もう反論のしようもございませんよ、お嬢様。でもお嬢の言うことも一理ある。どれのこと？最近うちの周りがやけに静かだってやつです。ああ、最初のやつでしたか。変ですよね、どう考えても。そこまで力いっぱい変だとは言わんけど、俺なんかやったっけか。
別に客は減ってないよな。お客さんが減ってたら死活問題じゃないですか。あれ、でも研ぎ屋さんは副業か。副業でも何でも金は稼げた方がいいじゃん。今減俸中だし、めそめそ。そういえばそうでしたね。お菓子持ってきましたけど食べます？ありがとうお嬢、愛してる。なんというか、まあ今のは心がこもってるのか違うのかわからんね。ああ、え、あ、ウヨさん邪魔してるよ。ほら、クズの若旦那、仕事の手を止めてる場合かい？本業で減俸くらったんだろ。そんな解消なしに嬢ちゃんを預けるわけにはいかないね。なんで姉さんが知ってる？知ってるってどれのことさ？どれもだ、どれも。花町の不要大夫をなめるんじゃないよ。あそこは情報のるつぼなんだからね。そこを仕切ってる私が知らないとでも思いかい？だいたい若旦那のことはあんたが鼻水垂らしてる頃から知ってんだよ。ネタがあったら拾ってくるに決まってるだろ。どんな小さなやつでもね。そんなのさっさと忘れてくれ。二人ともそんな古くからの知り合いだったんだ。まあね、本当にどうしようもないやつだけど、よろしく頼むよ、嬢ちゃん。嫌になったらこのダメ男、いつでも捨てていいからね。とりあえず、邪魔は排除しといたからさ。え、いや、その、捨てたりしませんけどって、邪魔？あたしは、嬢ちゃんのことは気に入ってるんだ。いいかい？心しとくんだよ、サイ。了解しました。それじゃ今日は退散するかな。邪魔したね。かっこいいな、不要さん。わかった、よくわかった。うちの周りから取り巻き追っ払ったの姉さんだな。そんなことできちゃうんだ。姉さんの人脈はただごとじゃないっつうか。それよりこの先うっかりお嬢を泣かせたら何されるかわからん。怖っ。泣かすの前提なんですか？もしもの話、例え話。そこ、そんな恨みがましい目しない。いや、もうしませんよ、そんなこと。一回やって懲りたからさ。お花も買えたし、これ新しく作ったお菓子なの。さやちゃんが一番最初ね。サイさんがお兄ちゃんになるんじゃなくて、さやちゃんが妹になっちゃったわね。忘れててごめんね。まさかあのさやちゃんだとは思わなかった。こんな形で再会するなんて思いもしなかったけれど、今私は幸せよ。さーて、お供えおしまい。うちの酔っ払いどもは、ああ、見て見てこれ。かわいそうな相馬さん、完全に潰れてるじゃない。お酒弱いのに。うちは新婚家庭なのに邪魔しに来るこいつが悪いの。わざわざうちまでお仕事の連絡しに来てくれてるのに邪魔者扱い。かわいそうな相馬さん。じゃないわよ。知らないわよ、また怒られても。うわ、嫌な予言。相馬って切れると怖いんだよな。このおとなしくて真面目な相馬さんが切れるようなこと、サイさんが平気でするからでしょ。気持ち分かっちゃうな。よしよし、相馬さん真剣に酔いつぶれてるわね。これ明日大丈夫なのかな。ひどい。うちの嫁さんは明日から地方遠征の旦那よりそこの貧乏くじ男をいたわっちゃうのね。相馬さんもサイさんと一緒に明日から地方遠征じゃない。サイさんと出張か。
大変そう。もしもし、奥さん、俺はかわいそうじゃないんですか？貧乏くじ引き続けるのは並大抵の苦労じゃないと思うから、少しくらいいたわってあげても。わかったってば。わかりました。でも地方遠征ってどこ行くの？あ、お土産買ってきてね。なんか愛が足りない気がする。だってついていくわけにもいかないじゃない。邪魔になるのは嫌だもの。そういう意味じゃなくて。よし、わかった。出張予定では明日から7日間、だからその間の分の愛を前払いでちょうだい。は？何ですって？愛の前払い？何それ？いや、俺にもよくわからん。口をついて出てきただけだし。そんなわけのわからないものをあなたは新妻に要求するわけですか？そもそもよく考えてみれば、新婚だっていうのに嫁を置いて7日間も出張行くのはどこの誰なのよ。置いていかれる私がすべて文句言うならわかるけれど、どうして冴さんの方が文句たらたらなの？行きたくて行くんじゃない。上司に文句言って、上司に、できれば直属上司に。いくらなんでも騎馬の殿様にそんなこと直訴できないわよ。だからせめて慰めてよ。出張行かないとは言わないから。僕らのは勘弁だしな。慰めてって言われても。ああ、そうだ、さっきさやちゃんにもお供えした新作のお菓子じゃだね。お菓子なんかじゃ釣られません。じゃあ何がいいのよ。しょうがないわね。ちょっとここ座って。はい。ここかな。はい、7日分。これだけ？ダメ？ちょっと少なすぎない？でもほら、そこに相馬さんが潰れてるし。潰れてるから問題なし。あるでしょ、絶対問題あるでしょ。とりあえず相馬さんに毛布かけてからね。じゃないの。帰るに帰れない。やっぱり今日は来ない。
千歳ちゃん、これ見て、見て。なに？あ、いいな。竹のお守り？竹の首飾り。いいでしょ。いいな、いいな。それどうしたの？姉ちゃんが作ってくれた。誕生日のお祝いだって。兄ちゃん、いいな。私もお兄ちゃん欲しいな。姉ちゃん欲しいの？うん。お兄ちゃんもお姉ちゃんもいなくてつまんない。じゃあ千歳ちゃんのお兄ちゃんにもなってくれるように兄ちゃんに言っとく。ほんと？ほんと？わーい。おい、さや、どこにいんだよ。おい。あ、兄ちゃん、兄ちゃん、妹増えたよ。は？だから妹、千歳ちゃんが新しい妹。ああ、いや、わからんが、めでたい。わーい。おやつだってさ、新しい妹くんもおいで。